関東リーグ開幕。いややってきたぜ関東リーグ。あの日の悲しみさえ。こんばんは。どうもお世話になっております。なんかめちゃくちゃ暗いで、なんとですね、はい、時刻が今夜の7時ということで、はい、ウィナーズの試合が終わったと。朝からね。はい、朝からやってました、ね、ということでね、はい、我々は全泊チャンネルと、そうですね、はい、YouTube 界に推薦のことが現れて本日もね、全泊をしに、おお、群馬の地に行こうと。群馬、はい、明日なんかあるんですか。明日ですか。関東リーグ開幕。いや待ってました。明日関東リーグ第一節と開幕戦、はい、開幕戦が明日群馬で行われるということで、うん、そのための全泊に向かうということで、来た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 、はい、群馬になんと2時間半と。2時間半だね、はい、うん、ほぼ渋滞がない状態での2時間半ということは、まあそれはもう2時間半なんで、ね、揺るぎない2時間半の旅路をこれからお届けしようと。はい、もう盛りだくさんですね。はい、全泊して明日の朝撮ってサッカーしてグルメですから。うわ最高じゃない。あれもしかしたらグルメ2回あるんじゃない。あら、うわ伸びるんで行きますか群馬。めちゃで今行きます。行きます。はい、今流行りの ETC。 そう願うから入ってきますよ。そう願うなんて言えてなかったぞ。ですということでね、はい、一路群馬へ目指したいと思います。思います。途中サービスエリアとかあったら、はい、グルメ情報をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。行きます。ここはお台場ですかね。これおデーバですね。めっちゃフジテレビは青。これはタケルからですね。タケル応援してくれてる。明日の勝利はこれは予言してますね。ほら観覧車も、観覧車も青だ。あーら、ちょっと祝福されちゃってますね。ちょっと小結び番邪魔だな。ということで、蓮田サービスエリアにインしていきます。蓮田結構大きいよね。大きいと思う。あれあれやってしまっ、あれ閉まってるね。出ますね。ここは一回スルー。石カード、オッケー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 。ということで、はい、次のサービスエリアに行きます。加入サービスエリアですね。はい、気を取り直してね。広いのかなここは。あら、いいじゃんいいじゃん。これはいいんじゃないですか。グルメの香りが、うん、香りがしますね。焼肉カルビ丼です。ちょっと写真とねちょっと違う感じはしますけど、まあ美味しそうなんで、はい、もうちょい頑張れたな。うん、次はこちらお蕎麦です。それの肉2倍セットです。バスがお伝えしていたように、まあそうですね、こちらで、2,000数百円と。やっぱりこういろんな出会いがありますからね。これを学びということでいただきたいと思います。伸びますよ。ダーン麺、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。めちゃくちゃうまかった。美味しかった、うん、めちゃくちゃうまかった。ただ写真とちょっと違いすぎた。そうね、うん、あとまあ価格とそのまあボリュームとのバランスっていうんですかね。そうですね、美味しかったです。はい、伊勢崎でアウしまーす。はい、大人のアウをしていきたいと思います。そうですね、上質なアウを見せましょう。はい、あと6分です。はい、失礼いたします。はい、チェックインしました。なんかすごい一人暮らしみたいな感じだね。コンテナをねそのままホテルにしたような感じで、では早速お部屋の方ご紹介して、ルームツアーね。次全泊チャンネル行きましょう皆さん。まずこちらでね、お履物をねお脱ぎになられてください。お履物、はい、お履物をね、あ、もちろん、ああ何かが始まる予感。はい、はい、ということでね、だいぶいいですね。このデスクのね明かりもありますし、鏡もねあって、テレビ、あ、鏡どんな感じですか。ということで、これは何の絵なんでしょうかね。我々絵画チャンネルだけはやってないんでね。専門外。何かの花、ハエトリグサじゃないですか。そんなもん飾らんやろ。こちらがですね、ホテルザヤード R9 さんかな、うん、伊勢崎へお越しになられる際はぜひ泊まってみては。そうだね、はい、いかがでしょうか。明日の朝また会いましょう、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おでまーす、はい、声やば。声カスカスだ。ってことで本日はね、はい、あの昨日も言いましたが関東リーグ開幕戦ということで、関東リーグ開幕。いやーついに来た関東リーグ。ってことで相手がね、あの強豪の都南前橋さんでございますね、はい、前回、はい、あの激闘がありましたからね。激闘に次ぐ激闘ですよ。およそ300メートル先左方向です。またちょっとね会えたらいいなと。左方向です。負けないように頑張っていきたいと。およそ200メートル左方向。ちなみにですね、今日その友達、うるせえな。朝飯
はい、羽生パーキングエリアで買ったパン。もうちょい説明できない。はい、パン。フラッシュ今日のタスク。あの日の悲しみさえレイザーレモン。相手を威嚇していく。面白い。コウセ負けてるぞ。コウセ今日の助け対抗して本日のコウセ。じゃあまた本田レーダーちょっとやっちゃおうかな。誰が一番今日気合入ってるか。ピッ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 寿司三昧。若いな。まだ青いね青いね。今日も勝てそうですね。そうですね。桜じゃなくて芝が舞い散ってる。ジェルリだ。出ちゃった。ダメだって。いや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 。初戦取りましょう。開幕だよ開幕。みんな気合入ってんの。じゃあ行こう。あっちゃん入りましょう。挑戦行きましょう。5、4、3、2、1。挑戦アトリック。カントリーグ開幕ということで勝ちを届けるように頑張ります。頑張って。よいしょ、やってきたぜカントリーグ。頑張る。よし。今日は誕生日だからやられないですよ。マークつかめろ、マークつかめろ、ゲータマークつかめろ。おい、よっしゃ、来た。だいぶ引っ張った。危ない。そっち危ない。右右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 
お疲れ様でした。お疲れ様です。勝ったー、1対0ということで、前半で1人退場者を出して、そうね、1人少ない中、いやー群馬ってほんと激闘が、そうね、詰まってる、ね、守りきったね後半、うん、ただの修行でした、うん、後半2時間ぐらいあったね。いや後半も体感ね、もう3時間ぐらいタイタニックタイタニック、うん、タイタニック一本丸々見たぞと本日はですね、有観客ということで、多くのね、ジャイラー住人たち、そうですね、来ていただきまして、はい、たくさんのグレーをいただきました、ありがとうございます。いただいたものをね、ご紹介していきたいと思います。はい、こちら、これ、情報カルタということでね、初めて見た。はい、こちらは食べ物ではございません。あ、食べ物じゃないんだ、はい、この辺の小学生はね、カルタ、土地の情報とかが載ってるということでね、今度じゃあカルタやらんやりましょう。はい、ちょっとカルタやりましょうね、はい、しばきましょう、しばきましょう、カルタをしばきましょう、しばきましょう群馬の銘菓ということで、100年せんべい、すごい、賞味期限がね、4月20日わー、夏まで楽しみ、ありがたい、ありがとうございます。ガトーフェスタ春野さん、あ、行ってない、行ってない、はい、こちらね、前回ね、動画でちょっとだけ紹介したんですけども、うん、聞いたことある、はい、群馬限定のラスク、うわー、こちらとラスク詰め合わせということ、すごい、こすります、群馬帽子です、渋い、俺はテクすぎる、伸びるの食べたいと思います、はい、麺じゃねえよ本日はですね、ちょっとたくさんのグルメをいただきましたので、うん、こちらをね、グルメと当てていただこうと思いますということで、関東リーグ初戦タイトルに勝利できました、はい、来週もね、関東リーグまた2節目がね、うん、エリス東京さんと、ありますので、来週に向けていい準備できたらいいなというふうに思っております。はい、ではチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。ではまたしましょう。ジャイアント、おむすびまーす、たまおや、チーズや